はい、どうも皆さんこんにちは。本日はですね、プレゼントボックスに届いたアイテムについての話なんですけれども、知ってる人はいるのかな、なんで届いてるのかわかんないっていう人もいると思うし、届いてたのっていう人もいると思うんですけれども、プレゼントボックスの期限ありの方にですね、運営からの、プレゼントということで30万ルピーがプレゼントされております。こちらはですね、グランブルーファンタジーの公式ツイッターの方を見ればわかると思うんですけれども、突然ですが本日グランブルーファンタジーアニメーション第3話放映記念ということで全ユーザーに30万ルピーをプレゼントさせていただきます。みんな見てねというような、そのプロデューサーからのメッセージがありまして、こちらはアニメ放映記念のですね、プレゼントとなっております。30万ルピー、10点集、今回の師匠降臨でヒヒーロカネを取れた人とか、いろんな方もいると思うんですけれども、シルバの最終上限解放とかも2万ルピーとか使うんじゃなかったかな、最終上限解放って1キャラ。やっぱりそういうのに必要だったりとか、武器の10点種の最終上限解放を初めてするときに攻防拡張で結構なルピーを、要求されたりしますので、ここで30万ルピーっていうのはかなり初心者にはありがたいんじゃないかなと思います。いろいろとね、あると思うんですけれども、自分の目標にやって計画的にね、あまりルピーがない方は計画的に使っていくといいんじゃないかなと思いました。僕もね、アニメ3話、こっから初めてですからね、言うなれば1話2話は今まで結構その前乗り放送みたいな感じされてたんですけれども、3話からいろいろ放映されて、しっかりと放映されていくみたいでね、3話からシェロカルテが出たりとかね、多分ラカムとかも出てくるのかなみたいなんで、ぜひとも楽しみにしたいところでありましたという雑談でした。じゃあ皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。